フィリップ・メクセスは、フランスオートイコール・ガロンヌ県、トゥールーズ出身の元サッカー選手。元フランス代表。ポジションはディフェンダー。オセール地元のクラブである、トゥールーズ FC でキャリアをスタート。16歳で、アージ・オセールのユースへ移籍し、1999年11月18日のトロワ戦で17歳で、リーグアンデビュー。12月8日の AAS、モナコ戦では、 プロ初ゴールを挙げた。2000から01シーズンからはレギュラーに定着し、2001から02シーズンは3位となり翌シーズンの CL 出場権獲得に貢献。その CL では予選敗退となったが、リーグアンではリーグ最小の29失点に抑えるなど、ディフェンス陣を支えた。2002から03シーズンには初タイトルとなるクープ・ドゥ・フランスを獲得。 ローマローマ時代2004年7月1日にイタリアの AS ローマと4年契約を結んだ。しかしこの時点でメクセスはオセールとの契約を2年間残していたためオセールはメクセスが契約期間中に一方的に契約を破棄したとしてフィファへ移籍に対し異議を申し立てた。これに対しフィファはメクセスの移籍を認めたもののローマにオセールへの賠償金支払いと メクセスの6週間出場停止処分を発表した。ローマはこの処分に対しスポーツ仲裁裁判所に控訴したが、棄却され1年間の選手獲得禁止とおセールへ700万ユーロの賠償金支払いが命じられた。また、メクセスの代理人を務めていたオリビエ・ジェアノーは6ヶ月の職務停止処分を課された。ローマでのデビューは2004年9月12日のアッコフ。 フィオレンティーナ戦。2005年冬に遺跡問題による出場停止処分が確定し、6週間の出場停止を課された。出場停止処分はあったものの1年目から、レギュラーとしてセリエ A で28試合、カップ戦を含めると35試合に出場した。2005から06シーズンは、ドイツのバイエルンミュンヘンから加入したサミュエルを制服ーが、レギュラーとなり控えとしてスタート。 ク苦ーが、アフリカネーションズカップでチームを離れている間に、ルチアーノ・スパレッティ監督の信頼をつかみ、ク苦ーの復帰後もレギュラーに定着。UEFA カップでは10試合中9試合、インテル・ミラノとのコッパイタリア決勝などにも出場。このシーズンはローマは5位で終わったが、カルチョスキャンダルにより2位に繰り上がり、CL 本戦出場系を獲得した。2006から07シーズンは、 メクセス自身初めて出場した CL でベスト8に進出。コッパイタリアでは前年に敗れたインテルを相手にファーストレグで6から2で勝利するなど雪辱を果たし優勝。セリエ A でも最小失点を記録し2シーズン連続の2位に入った。2007から08シーズンはそれまでコンビを組むことが多かったクリスティアン・キブがインテルに移籍し、 バイエルレバー空前から加入したファンと新たにコンビを組んだ。また新たにローマと5年契約を結んだ。スーペルコッパイタリアーナ獲得から始まった、このシーズンでは2年連続の CL ベスト8進出。セリエ A では移籍後最多の31試合に出場し、リーグ2番目の失点に抑えた。優勝したインテルとは、勝ち点差最大11から3差まで詰め寄り、最終節まで。 優勝争いを演じるも3度2位に終わった。しかしコッパイタリアでは、決勝のインテル戦では、先制点を挙げ、連覇に貢献した。2008から0級シーズンは、自身や不安の怪我、クリスティアン・パヌッチが、ルチアーノ・スパレッチ監督と衝突するなど、ディフェンス陣が崩壊し、セリエワースト4位タイの61失点を記録。ローマは6位に終わった。 2009から10シーズンはインテルからレンタル加入したニコラス・ブルディッソにレギュラーを奪われセンターバックの3番手に降格セリエ A では19試合カップ戦を含め27試合と移籍後最小の出場となったが要所で得点を決めるなどローマの優勝争いと2位復帰コッパイタリア準優勝に貢献した2010から11シーズンはブルディッソが 右 SB で起用されることが多くなったこともあり、前年以上の出場機会を得たが、2011年4月3日の、ユベントス戦で膝を負傷し、そのままシーズンを終えた。ミラー2011の2012シーズン、シエナ戦でプレー中のメクセス2011年5月9日に、かねてから噂されていた AC ミラーへの移籍が、マッシミリアーノ・アレグリから、翌日には副会長のアドリアーノが、リアーから、 発表された。契約満了に伴うフリートランスファーでの移籍で4年契約を結んだ。しかし、チアゴシーウバ、アレッサンドロ・ネスタに次ぐ第 3CB となりまた故障もあったため14試合の出場に止まった。移籍2年目の2012から13シーズンは、チアゴシーウバ、ネスタの対談もあり、レギュラーポジションを獲得。 新加入のクリスティアン・サパタとコンビを組み、特にシーズン後半戦は12失点と安定感を見せた。2015年7月8日、AC ミランと翌年まで契約延長を発表した。2016年5月に放出が発表され、所属クラブが見つかることなく2017年11月に引退した。2002年8月21日のチュニジアとの親善試合で代表デビュー。 ユーロ2008予選では本大会出場の原動力となるが本大会は落選。これにより本大会ではフランス代表の守備陣が崩壊。中でもグループリーグ最終戦のイタリア戦で本来 LSB が本職のエリック・アビダルを CB として先発させアビダルはレッドカードで退場、PK を献上し敗戦。フランスディフェンス崩壊を象徴づけるかのような ドメネクの人選となった。この時にメクセスを召集しなかったことにフランス国内からヨーロッパ中のメディアで大きく非難された。これを受けてユーロ2008終了後の親善試合スウェーデン戦からは召集されるようになり引退したリリアンチュラムの後釜を担うことが期待された。しかし2010年 W 杯予選のオーストリア戦ではオーンゴールや PK を献上するファールなど 全3失点に絡んでしまい非難された。UEFA ユーロ2012スウェーデン戦でのメクセス南アフリカ W 杯後、ドメネクが退任し、ローラン・ブランが監督に就任して、最初の試合であるノルウェーとの親善試合でおよそ2年ぶりに代表に復帰し、キャプテンとしてプレーした。2011年3月25日のユーロ2012予選、ルクセンブルク戦では、 決勝点となる代表初得点。翌年の本大会ユーロ2012にもグループリーグ3試合に先発フル出場を果たしたが、累積警告により、準々決勝のスペイン戦は出場停止となり、チームはここで敗退した。カルラ夫人との間に2003年6月1日に、長男のエンツを、2007年7月29日に、長女のエバを設けている。 子供の頃から尊敬する選手は元フランス代表監督のローラン・ブランであり、早くからブランの再来として将来を職望されていた。容姿端麗なことで人気が高い一方、素行の悪さでも知られる。特にフランス代表で監督を務めたレーモンド・メネクトはユース監督時代からの確執があったとされ、これがドイツワールドカップのメンバーから外れた理由の一つとされた。 ドメネク時代は代表では、低調なパフォーマンスに終わることが多かったものの、ブランの就任後は安定したプレーを見せ、ブランからもフランスの中心になりうると期待されている。そこの悪さは、試合中の暴力行為として現れることもあり、2012年2月25日に、ユベントスのマルコ・ボリエッロへ、2013年10月6日に、ユベントスのジョルジョ・キエッリーニへ、 2015年1月24日、ラツヨのステファノ・マウリエの暴力行為で、それぞれ複数試合の出場停止処分が課された。幼い頃から、ミランのファンであり、ミラン遺跡の際には、夢が叶ったと喜びを語った。まだ若い頃に獲得し、当時伸び悩んでいた、彼を成長させてくれたローマに恩を感じており、自身から、遺跡希望は出さないという趣旨の発言を何度かしている。 2008から09シーズン後には AC ミランからの関心が寄せられていると言われるが、ローマへの残留希望を示しており、それゆえにローマサポーターからの人気が高い。しかし2009から10シーズンにニコラス・ブルディッソにレギュラーを奪われて、以降はローマへの愛着を述べながらも遺跡の可能性を示唆した。未来への遺跡決定後もローマへの愛を語った。ありがとうございます。